はい、皆さんこんにちは、カメノコアタチです。はい、今回ですね、野原工芸のペンのクワの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原工芸さんのペンの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っているクワの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっとついてるシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつに遡って、まあ、順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、はい、まあ、今回ね、初めてこの動画をご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとはクワについてちょこっと紹介したいなと思います。で、その次なんですけど、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは実物をボーンと出してみて、まあ、主観的に経年変化の方を見たいなと思います。で、その次なんですけど、今度はね、前回となるべく同じようなアングルと照明光を元に撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較しながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、ラストちょこっと、まあ、雑談挟むような、まあ、こんな感じの構成にしたいなと思うんですけど、まあ、自分ね、ついつい話がねちょっと長くなっちゃう可能性があるんで、まあ、飛ばし飛ばしでもいいですし、早送り再生でもいいんで、まあ、ぜひですね、皆さんなぜ最後まで見ていただいていいねとチャンネル登録の方で忘れずにしていただいて、応援の方をしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、今回もいろんな方がいらっしゃいますけど、ぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まずはですね、まあ、経緯とかですね、まあ、その辺について紹介したいなと思うんですけど、この動画を収録しているのが2022年の、まあ、5月なんですけど、今回はですね、はい、14ヶ月目になります。はい、もう1年をね、まあ、超えた感じなんですけど、果たしてどんな感じで変化したのかっていうのを、はい、まあ、今回も楽しみに見ていただけると嬉しいなと思います。でね、まあ、今からですね、まあ、ちょっと経緯とかですね、はい、あとはまあクワについてなんですけど、これはね、自分のこのシリーズをずっとご覧の方はですね、はい、まあ、ちょっとおさらい部分になるかもしれないね、まあ、この部分はまあパスしていただいても構わないです。はい、ということでね、まずはですね、こちらのサムネの方をご覧ください。はい、まあ、朗報、頼んでた野原工芸のボールペンが届くということで、まあ、この時はですね、まだ1本の制限とかまあなかった時なんですけど、はい、まあ、これが2021年のまあ2月の時なんですけどね、はい、まあ、ボールペンの、ね、販売イベントの方がありました。で、自分この手前のやつと奥に写ってるやつ、はい、この奥に写ってるやつが、まあ、今回紹介するクワですね。はい、で、スタンダードのボールペンで銀の金具を買いました。で、まあ、手前に写ってるやつはこれ実はですね、シーオークというやつになります。まあ、これは経年変化1なんですけど、まあ、自分はですね、まあ、カンガルーのキャラだったりで、はい、まあ、オーストラリアとかまあ興味があって、まあ、この木ですね、まあ、これオーストラリアの木で面白い柄のやつなんですよね。まあ、今とだってはなんかね、すごい人気がぐーんと上がったやつなんですけど、はい、まあ、この時まあ、実は買った感じになります。はい、ということでね、まあ、今回ね、まあ、紹介するやつがまあ奥なんですけど、割と届いた時ってね、黄色い感じのやつだったんですよね。はい、で、まあ、野原工芸さん結構いろんなね、まあ、このシーオークはじめなんかいろいろと樹脂を扱われてて、ホームページの方に、はい、経年変化星でまあいろいろと表現されてます。で、まあ、あまり変化しないやつに関しては1で、まあ、変化度合いによってまあ2、3、4と表されてるんですけど、このねクワっていうのが星4なんですよね。これが2022年の今5月現在なんですけど、野原工芸さんの中でも最大級に変化する星4、はい、これがクワになります。まあ、自分は他の動画でですね、まあ、星3の欅とか星2の山桜とかも紹介してるんで、ぜひ気になった方はですね、まあ、そちらの方も参考に見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、届いてからね、まあ、嬉しくてですね、まあ、どんな感じで変化していくのかなということで、はい、まあ、こんな感じのねサムネでずっとやってます。はい、それがこちらになります。はい、まあ、シリーズ経年変化野原工芸クワ0ヶ月後なんですけど、まだちょっと少ないんですけどね、まあ、ここのところがどん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 まあ、上がっていってて、まあ、今回が14ヶ月後に、まあ、なるというふうな感じです。まあ、今後もずっと続けていこうと思うんで、まあ、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということでね、じゃあまあこれはね、まあ置いておいてですね、はい、まあ実物の方をね、まあ、出していきたいなと思います。はい、14ヶ月目経ったやつ、はい、こんな感じになりました。じゃーん。はい、まあ、こんな感じになりました。まあ、ノック式のこんな感じのね、まあ、スタンダードなんで、ちょっとスリムに比べると太めのやつです。はい、まあ、シャーペン人気のやつに関しては、あれはスリムの径がまあぴったり合うんですけど、それに比べると一回りちょっと大きいようなやつで、まあ、ちょっと重量もあるような感じで、まあ、中に入ってるまあボールペンのリフルも金属になってるよというやつになります。はい、まあ、でも大きくなんか見た目がすごい変わるかというわけでは特にないんですけど、はい、まあ、こんな感じのやつをまあ買いました。はい、まあ、色もね、だいぶなんかね茶色い感じになって、黄色みはもうすっかり取れましたね。
はい、でも直近のまあ13ヶ月の時と比べるとどうかと言われると、あまりそこはまあ変化がないような感じがするんですけど、まあ、順調になんかあの茶色くなってってるかなみたいな、まあそんな感じがします。で、使用頻度なんですけど、そんなにめちゃくちゃ高いわけではないです。まあ、四六時中、あの、ベタベタ触るとか、まあ、受験生並みにガッシリこういうふうに、あの、握りしめてるとか、まあ、そういうわけではないんですけど、まあ、なるべくですね、あの、机のところの、はい、あの、スタンドのところに、まあ、立てておいて、まあ、ことあるごとに、まあ、ちょっと、あの、注意してこういうふうに使ってるかな、っていうふうな、まあ、そんな感じです。はい、ということでね、まあ、特になんか割れとか、なんか汚れとか、まあ、そういうのもなく、まあ、今、綺麗に、まあ、ずっとこの1年以上使い続けてるような感じなんですけどね。はい、まあ、こんな感じのやつになってます。はい、ということでね、じゃあね、あの今からなんですけどね、まあ、これをね、あの客観的に、まあ、前回となるべく同じようなアングルと照明光を元で撮った写真があるんでね、まあ、写真同士を今から比較しながら、まあ、ちょっと経年変化14ヶ月目を確認していきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、まずはですね、まあ、到着した3月の時を出したいなと思います。はい、まあ、これが2021年3月、まあ、0ヶ月目の時なんですけど、じゃあちょっとね、ここのところをカウントアップしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、これが半年ですね。で、7、8、9、10、11、12、これが1年です。はい、で、まあ13ときて、まあ今回の14、はい、それがこちらになります。はい、まあこんな感じで、はい、まあ変わりました。はい、13、14、13、14、13、14、はい、まあ13、14に関してはそんなにまあ変化ないような感じですね。はい、じゃあちょっとあのさらに遡っていきますね。はい、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1ときて、まあ0、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ときて、今回の14と、はい、まあこんな感じになりました。じゃあちょっと間をね、まあ、取っていきながら、まあ、確認していきたいなと思います。まあ、これがまあ1年との比較ですね。まあ、ここからもさらにあの周り比べるとちょっと茶色くなってきたんで、うん、ここからでも結構まあちょっとね、濃くなったのがちょっとわかるかなと思います。じゃあさらにちょっとあの間の方を引いていって、まあこれ、ちょっと待ってね、ここがまあ半年ですね。はい、まあこれがあの半年とのこれ比較ですね。はい、やっぱり変わってますよね、これ。はい、でまあさらにあのまあ引いていって、初めの時と比べてみましょうか。はい、まあ、初めの時とまあ比べてみるとここまで変わった感じになります。いや、これだいぶいい感じでこれ変わってますね。まあ、直近はまああれですけど、まあ初めと比べるとまあだいぶこれ変わったなと思います。はい、ということで、ね、じゃあ次はですね、あの左右にまああの並べて比較していきたいなと思います。まあ、まずはですね、あの左右に同じやつ、あの3月の時を出したいなと思います。はい、まあ、これとこれですね。はい、じゃあここのところですね、まあ、こっちか右側の方をカウントアップしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ときて、今回の14ヶ月目、はい、こんな感じになりました。はい、いかがですかね。まあ、これが14ヶ月なんですけど、うん、やっぱりね、黄色みもだいぶ取れて、もう茶色くなったなと思います。はい、13、14、13、14はまあそんなにないんですけどね。はい、まあ14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1ときて0。はい、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ときて14と、はい、まあちょっとね、面白いような感じでね、まああのいい感じで変わってきてますよね。まあ、これが1年の違いです。で、まあ半年の時とちょっと比べてみましょうか。半年このあたりかな。はい、いかがですかね。やっぱり変わってますよね、これだいぶ。で、まあさらにまあ遡っていっちゃん最初の時と見てみましょう。はい、まあこれとこれですね。やっぱりね、すごいですね、クワ。はい、まあ、他にもね、自分はあの、まあね、あの、ケヤキとか、あとは山桜とかもまあ紹介してるんですけど、うん、やっぱりね、それに比べたら、やっぱこれ星4っていうのは、確かにそうだなと思います。星3のね、ケヤキはちょっとね、まあ、個人的にあんまり、ね、変化がちょっとあれかなと思ったんですけど、うん、これはね、やっぱすごいなと思います。なんでね、まあ、結構ね、経年変化の方、楽しみたいっていう方はね、まあ、このクワ、かなりいいやつなんじゃないかなと思うんで、またね、販売イベントの方、この先もあったりとかすると思うんで、まあ、経年変化特にね、好きだよっていう方はね、まあ、今回の動画とか、ぜひ、参考にしていただいてね、はい、クワ、はい、持たれてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、ラストですね、まあ、ちょっと雑談なんで、
ですけど、はい、あの5月のね11日の時、はい、この時にね、あのウェブのあのゲリラなんですけど販売の方あったんですけど、皆さんいかがですかね。まああの参加されたりとか買われたりされましたかね。はい、まあ結構ですね、あのサーバーとかも安定しててね、まあ今まで以上に結構ね皆さんあの買えたんじゃないかなと思います。はい、結構ね、あのついに買えたよとかありがとうございますとかいろんなね、声いただきました。ありがとうございます。で、亀戸さんいつ届くんですかとか、亀戸さんどんなあの受信にされたんですかとかいろいろまあ質問あるんですけど、はい、自分ですね、まあちょっとね、あの注文番号言うのはちょっとね、あの個人情報にね、まあちょっとつながったりもするかもしれないね。まあちょっとそれは自分はあの公開は控えさせて、まあ、いただいてるんですけど、まあ自分ね、一応あの届くのが7月から8月になります。で、届いたらですね、まあ自分もパッとまあ動画に撮りたいなと思うんでね、まあぜひあのその時あの楽しみ味にしていただけるといいなと思います。で、次週なんですけどね、はい、まあ、自分買ったやつは、まあ、あの今回のクワとか、あとはまあ映ってたシーオークとか、まあ、そんな感じであの今現在今人気のやつではちょっとなくてですね、はい、まあ、あのちょっとね、あの漢字一文字のやつをまあ買いました。まあ、頻度とかも一応まあ SNS とかではまあつぶやいたりしてるんですけど、まあ、ヒントになるかどうかはまあ分かんないんですけどね。はい、まあ、一応あのそんな感じで、まあ、新型のシャーペンを今回買ったんでね、まあ、それ楽しみにあの皆さん見ていただけるといいなと思います。まあ、クリップの部分がね、ちょっとあのまあ変更になったやつなんですよね。まあ、ニュークリップになったやつなんで、まあ、それがどんな感じかなっていうのをね、まあ、届き次第まあ皆さんにまあお伝えしたいなと思うので、まあ、ぜひ楽しみにしておいてください。で、今回のね動画なんですけどね、また販売イベントの方とかもあったりもすると思うんで、まあ、その時のね皆さんの参考になればなと思ったりもします。はい、ということでですね、まあ、今回の動画はですね、まあ、これで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろと面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。